ユニテ州は南スーダンの州。州とはベンティーウ。2015年に一度消滅するも2020年に再建された。しかし、州北部がルーエン行政区として分離したため、以前よりも小さくなっている。スーダンと南スーダンの国境付近にあるため、スーダン内戦などの影響を受けてきた。2012年に発生した南北国境紛争では、 州都のベンティーウが空爆を受けている。ジョングレー州及び上、ナイル州と共に、上、ナイル地方を構成する。隣接するスーダン共和国、コルドファーン地方の南、コルドファーン州には、ヘグリグ油田や、アビエー地域があり、油田があることから、軽装地となっている。ユニティ州は、旧の軍からなる。マイオム軍、ルブコナ軍、パンリエン軍、リーア軍、リーアギート軍、コーク軍、 アビエムノン軍マイエンディト軍パインジャール軍ユニティ州の主要産業は農業及び牧地区である。農業は主に雨季に行われる。都市部より農村部の人口が圧倒的に多いため、野菜などの園芸作物はあまり栽培されていない。この州には豊富な石油の埋蔵があり、1970年代にスーダン発の油田が発見されたのもこの州であった。 ユニティ油田をはじめとするムグラド盆地の石油埋蔵量は1.5億バレルと推定されている。ダイナイル石油パイプラインはユニティ油田が起点となっている。ユニティ州には多数派のヌエル人と少数派の林化人が居住している。ヌエル語はナイル諸語の林化語と共にナイルサハラ語族に属す。ありがとうございます。